京六大学野球連盟2023秋季リーグ戦開幕に際し一言ご挨拶を申し上げます。この春野球界は WBC の話題で大いに盛り上がりました。その余韻は決勝から3週間近くが過ぎた今も衰えを見せていないようです。その理由はもちろん日本代表チーム侍ジャパンが世界一に輝いたということにあるでしょうが、それに加えてあれだけのレベルにある世界の選手たちが勝利を求めて 100% の力を出し切って互いに競い合うことに純粋な喜びを感じ、そのような喜びにあふれた場を共に生み出し、その場を共有した相手チームに敬意を払う姿に多くの人が新鮮な感銘を受け、野球というスポーツの楽しさの原点を感じ取ったことにあるのではないでしょうか。勝利を目指して全力でぶつかり合う相手をリスペクトし、互いに切磋琢磨しながら共に成長することに大いなる喜びを見出す、そういう姿勢は学生野球の精神にもつながるというよりも、むしろ学生野球こそが体現してきた野球の在り方ということができるでしょう。六大学各校の選手たちは神宮球場という最高の舞台で WBC で活躍した選手たちの劣らない喜びに満ちた熱いプレーを見せてくれるはずです。このリーグ戦での神宮球場には2019年の秋季リーグ戦以来の応援席が戻ってきます。この開会式にもすでに六大学各校の選手たち皆さんがいらっしゃる、それから各校の団旗、そして音楽隊の皆さん、そしてチアの皆さん、皆さんがもうすでに参加していますが、この後の試合では学生の皆さん、観客の皆さん、ファンの皆さんが声を出して応援することのできる応援席が設けられます。フィールドの中だけではなく、この球場全体が野球というスポーツの素晴らしさを表現する空間になるであろうことを私自身大いに期待し楽しみにしています。最後になりますが、リーグ戦を支えてくださっている明治神宮野球場の皆様、東京六大学野球連盟の皆様、各大学の応援団、応援部、応援指導部の皆様、報道関係の皆様に厚く御礼申し上げます。また神宮球場に来てくださっているファンの皆様、並びに全国の東京六大学野球ファンの皆様、日頃からの応援支援に深く感謝いたします。各応援団、応援部、応援指導部と一体になって温かい声援をよろしくお願いいたします。以上、簡単ではございますが開会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。